皆さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。はい、本日も中村武さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。さて、シーズンが始まって二週間経ちまして、うんうん、いかがでしょうか。どうなんですかね、この数字は、意外とゲーム内容はね、うん、あのー。すごい接戦で、はい、もう、もうちょっと。勝ってても、いいんじゃない、まあ、これがプロ野球なんですけど、うん、まあ、でも。 去年に比べると、まあ、あの、粘りもあって、なんか最後の最後まで、はい、あのー、諦めずにやってる姿勢がね、すごく、うん、伝わってきますので、はいまあ、去年に比べると少し打線もね、あのー、打てるのかなという感じはしてますから、まあ、ピッチャー陣はもともといいので、はい、あのー、もうちょっと頑張って打てればね、うん これはもしかしてもしかする。と可能、可能性は、うん、ないこともないとはい。全部の可能性を含むのと、全部の可能性を否定してます。<laughs> 全部、全部のが今の何やない,やいやでもまあ、<の>一つ、一つ言えるのは、はい。見てて、あのー、た、楽しいというか、う <laughs> んうんうん。何かやってくれるんじゃないかなという、期待感はね、すごく、今年の中日はありますね。はい、うん。う あの、あと、お伺いしたいのは、やっぱ、今年。話題になったというか、やっぱ、日本ハムの開幕戦、一二、うん、戦目の、うん、ご覧になられて。うん、なんか。感想ございます。いかでした。ビッグボスですか。ビッグボス。まあ、ね、まあ、あのー、キャンプ、オープン戦。はい、すごい。話題でね。うん、これも野球界にとって、すごい。 監督が現れたなというふうには正直見てました。あのすごくいい、まあいいか悪いかっていいなと思って僕は見て,見てたので、はいうん、ただまあシーズン入るとねあの、なかなかうまく勝てなくてね、うん、いろいろ言われたりなんかするんですけど、はい、まあでも、まあ、やってることはね、すごく。うん なんとなくわかるので、やりたいようなこともわかるので、そんなにだダメだとか、ね、監督がダメだからってそういう感じではないんですけど、うん、ただ、あのー、ビッグホースが、まあたとまあ、今年成績残せなくても、なん、あのー、となく来年再来年絶対強くなるなという感じは見ててするので、 どの辺りに意図を感じるとかなんかどの辺がちょっと期待しやすいできるなこれっていうまあやっぱ選手が伸び伸びやってるということと、うん、あのー、まあ変なプレッシャーがないだからまあキャンプの時からねいろんな面白い練習とか楽しい練習ね取り入れてやってたので、はい、意外とまあ ピンチチャンスの時にもうプレッシャーかかるわけじゃないですか。うん、そこを、なんか今、日本のに、うん、選手はなんか楽しんでるような感じはしますよね。うん、意外とそこで力が出せない、出せるっていう選手差が出てくるんですけど、うん、なんか、それぞれなんか、ね、ピンチでもチャンスでも、うん、ちゃんと結果出してるなと思いますね。 あと、あの、一時期チームメートだって矢野監督率いる阪神も結構連敗が、うん、ちょっと首を打ちますけどね <laughs> うん,うんまあね、まあ、開幕戦がね、はい、まあこれぞ野球だという感じでね、うん、ちょっと <laughs> でも見ないレベルの <laughs> いやいやでもね <laughs> まあ結構あるあるなんですけどねあそうでもまあまあ今年矢野監督はね もう開幕前からも今年でやめるということはね公言してたので多分どうなんですかね初めてのことじゃないかなという感じはするんですけどだからといって選手がねあのどうのこうのっちゃ絶対ないと思うんですけどただ、成績がやっぱ出ないと、うんはい、そ,そっち方向に持っていかれるじゃないですか、はいうん、監督がこういうふうに言ったかからなそ、ね、そうなっちゃいますよね,ね、まあ、確かにそれもあるかも わかんないですけど、まあ、僕自身はそういうのはないと思ってるのででも、ね、阪神結果的にねこんだけうっという成績っていうのはまず信じられないというかちょっとびっくりしましたけど、うん、あの逆に監督も今年であで辞任しますっていうふうにおっしゃったのを、うん、聞いたときに、うん、中村さんどう思われました僕らは矢野監督の性格ってそんなに、うん わからないというか、はい、どういう方なんだろうっていうのをちょっと存じ上げないので。いや、まず、みんなが、まあ僕らも含めて野球ファンの人がなんか変,変なところで揉めたんじゃないかとか、そういうふうにはまず思いますよね。うん、まあ思います。<laughs> はい。思います。だから思いますね。ね、はい、そこで、やっぱりなかなかスッと、まあオープン戦から開,開幕に気持ち的にね、入っていけない部分は確かにこれは絶対あると思うので、はい まあどういう意図でそういうふうに公言したのかっていうのはね、本当のほど本人に聞いてみないと分かんないんですけど。<laughs> も,も,めもしなんか、もしもじゃあ家庭であったとしたときに、うん、それ別にでも秘めたまんまの方もいらっしゃいますけどあもちろんこう出したのは矢野監督っぽさあったりするんですかあなんとなく、まあ中日時代ね、何年か一緒にいましたけど、うん、まあ、そういう性格ですよね。 結構んでしょう,こう自分の意思をちゃんとこう決めたらこう貫かれるという貫きますね、うん、あんまりこう相手の顔色とかはこう気にしない、うん、全くしないですねこれっと決めたらいきますね、うん、そういうまあまあ頑固っつったら頑固ですし、うん、まあもちろん負けず嫌いですし、うんうん、そんなにぶれないですよね、うんうん いやでもまあなかなかのこう衝撃をやっぱちょうど日ハムの連敗と阪神の連、ね、敗今年も野球好きもなかなか見ないシーズンスターだったって開幕だったんで、まあ、ね日本ハムファンの人は申し訳ないですけどねまあなんなく負けるかなという、うん、でもまああのプロ野球で勝ち方負け方があるので、はい、負けててももう 結果まあファンの人が喜んでくれたりね、うんあのー、よし、あし勝てるかもわかんないっいうき、まあ、希望を与えてくれたりするのが一番いいので、まあ、はい、どこの強いチームでも必ずね、50や60負けるので。はいうん だからそういう点では、まあ、ま、まとまって負け、負けてるっていう考え方でいいと思うんですけど、まあ、ずっとこんなん続くことはないんですけど、うん、はい。ただに、日、日は続く可能性があるので。<laughs> そうですよね。そうですよねっていうのは、ね。でも、でも、それはそれで、いや、ほ怒られますけど、それはそれで今年はいいと思うんですよ、僕は。うん、来年、再来年のために、うん、あのー、まあ、その、 メンバー見ても、はい、どこのチームと比較しても、あちょっと弱いかなという感じは、もう誰が見てもこれは正直、あの、日本ハムファンの人もね、はい、その中で戦っていく姿勢、戦い方は今年すごく注目されると思うので、まあまだまだ始まったばっかりですけど、今年より来年再来年ですよね、うん、日本ハムは。はい。まあ阪神はまあ絶対、こういう状態がね、ずっと続くことはないので、はい、まあどっかでも、 あのポーンと連勝して、はい、まあセ・リーグはね本当に分かんないですよ団子です団子団子ですかはい、えー、もうちょっと巨人が抜けちゃいましたけど、うん、あれ分かんないですよ、うんうん、と僕は思ってます、うん、中村さん自身って今年優勝どこじゃないかな中村さん自身って今年優勝どこじゃないかなこれ 一週間ごとちょっと順位が変わりますよね。予想 <laughs> じゃないんです、ね、<laughs> ち,ょとちょっと解説者失格なんですけど。<laughs> 経過報告になっちゃいますね。<laughs> うん、あの、まあ、一応僕らがね、まあ、予想するが、まあ、順位予想するのは、まあ、ある程度のレギュラークラスが、まあ、ある程度年間、まあ、あのー、投手陣も合わせて、まあ、戦えた状態で順位予想するので。そうですよね。はい。軸がね、まあ、今年の横浜なんて、 両外国人がまずスタート遅れで,で、ね、開幕予定してたね、ピッチャーをながもう出てないわけですから。はい、これちょっともう、その状態で予想しろず、多分優勝予想はまずないと思うんですよね。はい。うん、えー。まあ戦力的に、まあ揃ってたというのは、 広島ぐらいですか怪我人なく、うんまあ。鈴木シェアは抜けましたけどね。うん、抜けてこんなね、うん、行くんだなっていう。いいね、だからもうキャンプ一月ちょっとやって、はい、まあ,ある程度そこでいろんな計算で考えを、うん、まあどうしようかなって考えて、そうん、まあそのままスッと入れるチームはいい形で入れますよね。うんうん ただ、ね、よ、まあ、予定してた人って言ったらおかしいですけど、まあ、中日でもね、周平が一人抜けただけで、うん、もし周平がいたらって、ね、うん、考えることもありますし、うん、ま、巨人も、まあ、坂本はね、3試合ぐらい意外と早くね、復帰したので、よかったですけど。うん、今でも中日、高橋周平選手いたら、どっち、うん、まだ石川選手我慢して使ってるんですかね。いや、もう石川選手は絶対使おうと思いますよ。えー、いやただ、 まあ、だ誰でもそうなんですけど、うんまあ、ちょっと疲れてきたり、うん、ちょっと調子悪かったりして1試合2試合は、ね、スタメンから外れることはあると思いますけど、うん、よっぽどのことがない限り2軍に落ちるとか、うんあのー、何十試合も試合に出ないとかっていうことは立浪監督はしないと思うので一番最初に腹くくったところだと思うので、うん、岡林と石川昂弥は。 もうそうぶれないと思いますし、まあ、その2人を使ってるからね、うん、あの会の終盤8回9回に、ね、すごい,いいい代打がね、はい、福留とか平田とか今いるのでましてまたいい結果出てるのでねチーム的にはチーム力としたら結構やっぱ去年よりはねそんなに補強はないですけどチーム力は上がってると思いますねじゃあもう開幕しても2週間経って優勝予想、うん うん、横もう開幕の時は横浜でしたよね、中村さん。うん、2>, 2週間経ってどこに優勝をいやー、横浜じゃないですか。まあ、でも、本当に5勝敗でやってますからね。どちらかというと元々打つ、もともと打つ方のチームなので、うん、まあ本当に、まあ、でも両国人選手がちょっと外れたことによって。うん いろんな作戦がまず使えてくるので、あ,<ー>あのー、そういう点では、まあ、1イニングでね、3点4点っていうのは、ちょっと難しくなったんですけど、はい、まあ、1点ずつは積み重ねていけるような打線が組めるので、まあ、そういう点では、うん、まだ横浜かなと思です、と。うん、これでも戻ってくるわけですからね。 まあ、ちょうど戻ってくるときに誰かがね、ちょっと調子悪くて、まあ、なんかそこが、そうすよね。噛み,み合いそうな雰囲気もありますよね。うん、宮本さんも優勝予想横浜でしたよ。あ、そうですか <laughs>。示し合わせたみたいですね <laughs> <laughs> いや。ただやっぱり優勝するチームはね、やっぱり打力がないと、うん、やっぱりなかなか優勝はできないですよ。うん、A クラスに入るのには、はい ピッチャー中心とした守備守りがちょっと堅いチームはそんなにあの B クラス下の方にはいかないと思うんですけど、はい、ただ優勝できるのってなるとやっぱり打力が上位チームはやっぱり A クラス止まりかなという感じはしますよね。